地元岸和田のニアハイということで、まあ、気持ちのこう持っていきようというか入りようというのは今どんな感じですか。まあうまいことここに気持ちも体も持ってこれたかなっていうのはあります。まあ、本当に怪我をしてそこからまた目標とするのがここが一番かなという。そうですね、もう、まあ、本当にここが今年最大の目標だったんで、まあ、なんとか体の方も間に合った感じもありますし、まあ、あとはしっかりこうレースで自分の力が出せればなんとかいけるんじゃないかなっていうのは思います。その一戦一戦課題があるというのを繰り返してきてですけど、はい、だいぶ埋められました。そうですね、もう自分のやりたいことは、まあ、ここまでに全部やった、レースで試したいことも試したつもりですし、まあ、ダメなところもしっかり分かったつもりなんで、はい、まあ、ここで失敗しないようにと思ってやってきました。初日の白虎賞が、まあ、稲垣さんで村上義弘さんで、はい、並びとしては、はい、3番手、うん、だいぶその村上さんとこう走るケースの方が多かったので。そうですね、まあ、だからここまでしっかり戻せたんかなっていうのはすごい思いますし、まあ、復帰してからも村上さんと一緒に走る機会が多くてすごい緊張感の中走れたんで、はい、まあ、それはすごい大きいですね。いい形で近畿で連携して。そうですね、まあ、ちょっと勝ち上がり流故障というのもあるけど、やっぱり、まあ、近畿から1着だったり、はい、ラインでいいレースをというのは。そうですね、まあ、本当にラインでいいレースできると、まあ、結果もしっかりついてくると思うので、まあ、やっぱり自分は自分のこう任された位置でしっかり自分のやるべきことをやろうと思います。近くにお世話します。はい、東京スポーツグループで応援してますので、はい、しっかりアピールできるように頑張ります。優勝しなさい。はい、頑張ります。